あなたの人生だからやっぱり自分の思うように生きなさいやっていうことが、なんかこう荷物が降りたような気がするんでしょうね。この街に暮らしてあなければあなたと。学校なんかはね、てきめんなことがよくありますね。例えば、あと1日で、高校退学というんですかね、しなくちゃいけないというような、お子さんが、親御さんに連れられて、ここの住職さんの話をすれば何か変わるじゃろうということでおいでてくださって、やはりその子の周りの環境というものが、例えば学校に行けなくなった、あと数日でもうダメになったというふうにもう子供が切羽詰まってなってるのに、周りの環境がいやいやそれをいかんかったら大変なことになるんだっていうことをせき立てて、もう言ったら心がどうせでもちっちゃくなっとるのに、その心を握りつぶしてしまうような言葉をね、周りの環境が言ってしまう。そこへここに来ることによって、私はあなたの人生だから言ったら、自分が決めることで分かっていることなんだから、もし分かったんであれば自分の思う方向をお好きなように生きられたらどうっていう、言ったら無責任な発言かも分からんのですけど、でもやはり自分の人生何十年生きるか分からない、その中で、自分が気に入らない人生を無理して周りの環境がそうせいと言うたから生きるんではなくて、やっぱり自分の思うように生きなさいやっていうことが、なんかこう荷物が降りたような気がするんでしょうね。